テンプルグランディンテンプルグランディンは、アメリカ合衆国の動物学者、非虐待的な家畜施設の設計者、女性、ボストン生まれ、コロラド州立大学教授、自閉症を抱えながら、社会的な成功を収めた人物として知られている。自閉症がまだ社会に認知されていない時代に育ったグランディンは、2歳の時、脳に障害があると診断され特別な保育施設に、 預けられた。その後1950年代に自閉症と診断された。グランディ本人によると小学校を卒業後、良い指導者に恵まれたことで、1960年代にはニューハンプシャー州臨時にある寄宿学校ハンプシャーカントリースクールへ入り、1970年にフランクリン・ピアース・カレッジで心理学学士、1 9 7五年にアリゾナ州立大学で、 動物学修士、1989年に、イリノイ大学アーバナシャンペーン校にて、動物学博士を取得した。自分自身の神経発作を抑えるために、牛などの家畜にワクチンなどを接種する際に用いる、締め付き機にヒントを得て、設計製作した、ハグマシンは、アメリカなどの子供の施設では、今でも使われている。日本にもグランディンが引いた図面をもとに制作された。 締め付き機が存在する。一台は、提供科学大学作業療法学科の石井隆弘教授により作成され、他の一台は、京都市立芸術大学の中原博次大淳教授により作成されている。自閉症の中でも、学力の高い高機能自閉症である。同じことを繰り返し話ししたりするため、テープレコーダーなどとからかわれた。現在、 自閉症啓発のための講演活動を行っている。グランディンは1995年に出版されたオリバー・サックスの著作で取り上げられたことがきっかけで一般に知られるようになった。その著作のタイトルである火星の人類学者はグランディンが正常な人との交流について語った言葉に由来している。その後グランディンは ABC のプライムタイムライブトゥデーショー。 ラリー、キングライブのようなテレビ番組や、タイム誌、ピープル誌、フォーブス誌、ニューヨークタイムズ紙にも取り上げられ、また2006年6月8日に、BBC で最初に放送された、ホライゾンドキュメンタリーザ・ウーマン・フュー・センクス・ライク、エーカウの題材にもなった。グランディンは、自閉症啓蒙活動と、家畜の権利保護について、 世界的な影響力のある学者の一人であり、アメリカとカナダの肉牛の半数は、グランディンが設計した施設で処理されている。彼女の半生を描いた、アメリカのテレビ映画、テンプル・グランディン、自閉症とともに、は絶賛され、第62回エミー賞テレビ映画部門で、作品賞や、主演女優賞など多くの賞を獲得した。テッド公演テンプル・グランディン、世界は、 あらゆる頭脳を必要としている動物感覚アニマルマインドを読み解く日本放送出版協会2006年5月ありがとうございます